どうも、エルザです。それでは、ラストオブアスやっていきたいと思います。前回の続きなんで、ちょっと会話が始まるんで、ここから今回始めていきたいと思います。さあ、1週間ぶりね。どうだろうね。とりあえず、ステルス頑張らないとどうしようもならないなっていうのはよくわかった、前回ね。で、意外とね、ロードが長めなのよね、このゲームね。綺麗になった分っていう感じなのかな。さあ、続きですね。どうやってここから出る？探しましょう。さあ、逃げ出す方法を探すということで。なんで噛まれたの？都市で感染者に出くわすのは立ち入り禁止区域ぐらいよ。うん。抜け出したんだ。全寮制の軍の学校にいたから。抜け出した？町を探検したの。感染した時はモールにいた。完全に立ち入り禁止じゃない。どうやって？それはいろいろ。とにかくモールでランナーとかいうやつに噛まれて、それでこうなったわけ。その時はマーリンと一緒だった。うん、噛まれたからあの人を頼った。よくマーリンに撃たれなかったね。撃たれそうになった。大丈夫かな？言ったでしょ。大丈夫よ。まあ、軍の生徒だったんだね。まあ、リボルバーをそんな使うつもりはなかったが、連射いるかな。どっちかっていうとこっちのマガジン条件上げた方がうまくできた。これだけかな。銃以外は意味ないか。ホルスターもなんかある感じだけどね。アルコールが足りない。こんなもんか。じゃあ先進みましょう。この中なんかある？で、ね、結構思ったより画面が暗いんで、これでもだいぶ上げたんだけどね。なかなかっすよ。あったあった、ライトライト。そっち行くと話が進みそうだけど大丈夫だね。アイテム、アイテム。こっちは？いや、これ物資もせねえ、ちゃんと集めてないとさ、後々怖いよね。と言って探索しまくってて痛い目にも合いそうな気はするんだけど、なしか。ここは繋がってる感じだね。上に行く感じかな。なんかそんな感じだよね。ごめん、今のは私です。ごめん。まあそうなるわな。さあ、さっき進みますか。怖えな。さあ2階。今なんか光った気がするけど、さすがにいけないよね。あ、いけた。これで気のせいだったらちょっと悲しいけど。あー、タグか。さあ、行こう。
どうした？ここは何なの？古い美術館よ。数百年前のものなんだ。本当？ただ使い物になるものがあるかどうかなんだよね。刃物。これじゃ作れないしな。ああ、なるほどね。よし。じゃあ。まるでしゃがんで。頭気をつけろ。おい、逃げ。ダメだ。大丈夫だ。なんとかそっちへ行く。テス。早く。来たか。やったな。まあでもそうだね、音に反応するっていうことだったよね。掴むって物理いけたっけ。奴らが何体いるかなんだよな。怖え。やだな、その動きは。帰ってくる？怖えな、帰ってくるのきついな。反対側ね、いるね。一応木の棒もある。レンガか。まあまあまあ、目は見えてないからね。あそこまでの苦労は何だったんだ一体。そしたら、当てれば驚くとは言ってたね。いや、驚きはするんだろうけどさ、無反応っていうのがなかなかやったな。これで、OK。よしよしよし。まだ来るかな。アイテムなし。とりあえず。で、これだね。はい。やばいね。ちょっとずつボタンを覚えながら。いやー、マジびっくりするよね。さ、いるかな？
いやー、めっちゃ肘でつかましてますな。まあ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 落ち着きなって。よし、やばいやばい。あれ、エリーは大丈夫ですか？ねえ、助けて。エリー離してよ。闇うわー、いや、いっそ銃はちょっと使いたくないな、来そうな気がする。やばいやばいやばい、めっちゃ来てる。出て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 、いやー、なんかもうめちゃくちゃやな。あと一人、あと一人。よし、今のは危なかった。いや、もうだいぶ危なかったよ。ってことはちょっと使っとこうか。いや、普通にびっくりするよ。そうだね、アルコールがね。いやー、心臓に悪い。てか、ガンガン攻めてくるもんね。こんなもんかな。アイテムはないかな。ちょっと物資が欲しかったけど、そんなないみたいだね。よし、じゃあ外。おー、晴れてる。こっちは特になし。向こうへ渡りましょう。あれよ、あそこが議事堂。あれか、とりあえずあそこ目指さないとね。下がってろ。ここか。さあ、橋かけて。よし、足元に気をつけて渡れよ。ちょっとばかり。これ3人渡れる。お前の願いは叶ったか。まだわからないけど、いい景色だね。さあ、こっち。ほら、早くして。あと少しよ、集中して。わかりました。すぐそこよ、行きましょう。行くぞ。さあ、次の目的地ですね。いやー、晴れだけど、晴れだけどって感じだよね。どうせまた追いかけられるんだろうね。こっ
こはなし。意外と落ちてないもんだね。あ、あったあった。見ろよ、これファイアフライのマークだ。議事堂でも死んでたらどうする。生きてる。でも、パトロールで旗手ということで、女の子を次の隠れ家に移送する前に軍がいないことを確認する。大丈夫よ。うん、そうよ。まあね、メイン駅というか人が助かる可能性があるからね。あれ、あ、ここか。あれ違う、そういうことではないね。はい、さあ引っ張って、ちょっと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 どいてくれませんかね。ちょっと少しは通す気があんまないね。登ってこい。あれだ、あと少しだな。まあこれで終わるとは到底思えないけど、アイテムが欲しいです、弾が欲しいです、不安があります。車の中に物資とかないかな。私泳げないな。右の方が浅そうだからついてきて。いやー、こういう水めっちゃ感染症とかなりそう。仕事だってことは分かってるけど感謝してる。ええ、いいのよ。なんか気持ち悪い動き方やな。ない、何もない。意外とありそうでないんだね。奥まで行ったらありそうな気はするけど。さあ到着でいいのかな。嘘。ねえ、どうしたの。何してるんだ、テス。どこなの、どっかに地図か何か目的地を変えたものが。どこまで続ける気なんだ。もちろん最後までよ。研究所はどこなの。私は知らないけど、どこか西の方にあるって言ってた。何をこだわってる、お前らしくないぞ。知らないくせに私のこと。こいつらみたいにはバカじゃない。そう、私たちは汚れた人間よ、ずっと前からそう。だから生き残った。チャンスなのよ。もう諦めろ。ここまでだ、早く帰ろう。いやよ、どこにも行かない、ここで最後なの。何、そろそろ運の月だ。一体何の話だ。やめて、触らないで。もしかして感染したのね。ジョエル、見せろ。隠す気は。早く見せるんだ。嘘だろ。びっくりよね。見せなさい。これは3週間前。私は1時間前に噛まれたのにもっとひどい。この子は本物よ、ジョエル。この子をトミーのとこへ連れてって。元ファイアフライなら何か知ってるはず。いや、それはお前の希望だろう。俺はお断りだ。いや、やるのよ。私に対してそのくらいの義理はあるはずでしょ。お願いだからあの子を連れてって。来た。畜生。私が足止めするから、すぐ逃げて。水
捨てていけってこと？そうよ。お前を置いてくなんて。あんな姿には変わりたくないのよ。お願い。私の気持ちも分かって。俺も戦う。いいから言ってよ。お願いだから。エリー。私、こんなことになるなんて。いいから行くぞ。信じられない、テスを見捨てちゃったんだよ。黙れ。いやー、見殺しにしたんだ。黙れ。俺のそばから離れるな。行くぞ。いやー、まさか噛まれるとは。進むだけだ。まあ、ジョエルもテスも、まあ、分かったことなんだろうけどね。お前は扉を破壊しろ。お前は俺と来い。了解。まあでもゾンビになるくらいだったらっていう感じか。ある？何もない。急げ急げ。行かないと。取れるものはもっとこれぐらいかな。ないね。くそ。ライフルか。ちょっともらっていこう。嘘でしょ。ジョエル。そうだな。いや、行かなくてもよかったけどな。貫通はしない。無理。あー、ミスった。あー、しゃがむねー。てかタフー。やー、たまないよ。よし、もうちょい早く狙えるようになりたいな。ステルスでも全然いけたんだ。さあ、やっぱ精密欲しいね、射撃ね。いや、ほぼ見られてた気はするが。待って、エリちょっと。よし。大丈夫だ、来いエリ。ああ。分かってる。ステルスに成功すると、弾が手に入る確率上がるか。ああ、それは欲しい。あと10。どこだどこだ。近くにいるはずなんだけど。
とりあえずリロードして、はあ、いや、どうしても先制攻撃したくなるんだよね。こっちではない、さあ降りて、よし、廊下を突っ切ろう。マジか、かがんでろ、まだ軍がいる。物資は、どっちから攻めてくるかだよね。掴めないか、さすがに。ナイス、危ない危ない、いた、よし、やだ、痛そう。まあそれはいいとして、とりあえずリロード、回復できるときはもうしといた方がいいね。どうせ手に入るだろうし。どこだ、声は正面に一人、絶対見やられてたよね。意外と来ないね。危ない危ない、いい感じに固まるね。なんかないかな、投げれるものないかな。意外と物資なしだね。そう、危ない、痛いねその距離で銃を撃ってくるのはあかんて。よし、はあ、一切銃を使わない方がいいね。いやー、瓶に吸ったのが痛いな。さあ一応出てきたが、階段があるよ。階段？かがんだろ。ん？どれのこと言った今？ああこれね。はあ、いやー、マジヒヤヒヤするよ。やばい。やばいやばいやばい。それやかんそれやかん。
よし、持っていけない。まあいいや。お、こうしか。標的はいない。理解。標的はいない。あそこに兵士がいる。了解。待機。お前ここで息をして平気なのか。だから言ったでしょ。いたか。いや、ここは空っぽだ。ふざけてるのか。何も見てないぞ。通ったぞ。ここを調べる。下を調べろ。いるのは二人だけ。めっちゃタイミング際どいじゃん。よし、弾はないの。畜生、ここにはいない。そこ大丈夫なのかな。エリー大丈夫？こっちだ。すぐにここを出られる。さ、そのままあの世に。出ないか。物資がないね。降りるか。うわ、すげえな。この視界の悪さはちょっときついね。ちなみにこっち側は隠しアイテムとかそういうのはなさげか。ちょっとでもね、アイテム回収しとかないと後々怖いんで。特に音はしない。あ、水かだったね。何か方法を探そう。そうなると、そうだね、この深さがダメってことだもんね。動かせるものは、やべえな、この視界の悪さでこれはきついな。マジ水から出てた、びっくりするんだけど。ちょっととりあえず。こっちは？いや、特にか。ああ、はいはい。先にちょっと行くしかないね。ああ、登れない。水の中の方が全然見える。で、登って。エリいや、置いてきたからね。それとも、まさかあれかな。ま、おいと走ることだ。いやいや、それはちょっとびっくりするよ。置いてくつもりじゃない。そのつもりはない。待ってろ。物資が欲しい。いや、どうやって来たんだ。ちゃんと通ってきたのかな。
さあ潜って、いやーでも画面の明るさ上げてこれか、マジつらいね。何かあった？これ行き止まりだ。もうちょい、これなんだよね。反応しなくなったんだよね。お、なるほど。一人だったら大して気にしなくていいんだけどね、さすがに。乗れ。本気？エリーを置いては無理やね。ほい。あ、これではしごね。おお。よし。これで動きやすくなったね。そうだよ、これライトつけてないだけじゃん。そうだ、ライト忘れてた。さあライトにも気づいたことなんで行きますか。さあここを出よう。あー、いや、ちょっと今回ここまでにしよっかな。そうだね、動画を見てる方はここまでですね。ライブを見てる方は、引き続きやっていきますので、そのままお待ちください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまたな。